イノセントは、イアン・マキューアンが1990年に発表した、イギリスの小説である。1993年には、同タイトルで映画化された。冷戦が深まりつつあった1955年の、ベルリンを舞台とし、アメリカ中央情報局と、イギリス情報局秘密情報部共同による、大操連、金郊作を題材とした作品である。イアン・マキューアンは、 デビュー当初の短編群ではその基礎と戦場差が特色だったが、本作品は15年にわたる作者の文学総決算とも言える、趣きのある重厚な長編となっている。スパイ、恋愛、犯罪といった要素を通し、無垢な青年が大人になる成長を描いた作品で、あるが、後半にある死体解剖などは、狂気や殺人、性的盗作などを戦場的に描いて、 恐るべき子供と称された作者の独断場とも言えるシーンである。日本では1992年に宮脇隆による翻訳が早川書房より発売された。短編集ベッドの中でが終映者より1984年に発売されて以来の翻訳となる。1993年には作者自身の脚本によって同タイトルで映画化された。 1994年には愛の果てにというタイトルで日本でも公開された。東西冷戦による緊迫感が増してきた1955年、まだ恋も知らないウブな25歳の青年であるイギリス低身省の議官レナード・マーナムはベルリン勤務を命じられた。西側から東側にトンネルを掘ってソ連基地の通信を盗聴する黄金作戦に参加するためである。 復興期に入ったベルリンの街でレナードは離婚歴のある30歳のドイツ人女性マリアにナイトクラブで声をかけられ、たちまち恋に陥った。だが二人は殺人事件に巻き込まれ、破局を迎える。ありがとうございます。